松原さんお願いします。前回のセルフの自己紹介の時もあったんですけど、ここ最近Gストリーマーとかマルチメディアマークをいろいろ触ってます。この話を今日はさせていただきます。で、本当はうちの会社でもう一人レベネ書いてる小林がの方が私より詳しいんですけど、小林が話すと小林が3人連続に違う私が話します。Gストリーマーは多分うんちの方は多いと思うんですけども、基本的にはクロスプラットフォーム対応と呼んでいるマルチメディアフレームワークです。特に Linux のプラットフォームでは、Android は除いてデファクトスタンダードになっている。大体皆さんが入れているディストリビューションだとストリーマーが入っていたりする。で、Android 自身も一応 GStreamer のコミュニティが Android 用に GStreamer をコーティングしたりしていて、オープンソースで公開をしたりしています。ので、Android だとステージブライトとかオープンコアの代わりに GStreamer を入れることもできるみたいです。ただなんかどうもメンテナンス状態があまり良くないので最新できるかは分かりません。で、あと最近出てきたMeeGoの後に出てきた Kaizen という OS の場合はマルチメディアフレームワークは GStreamer を使っています。そういう意味でも、まさに GStreamer はスタンダードであるというふうに言えると思います。で、GStreamer の特徴を簡単に言うとですね、ものすごい数のプラグインと呼ばれるコンポーネントを、パイプラインのようにこう組み合わせることでマルチメディアの、アプリケーションを作るというものです。で、簡単にそういうふうにコンポーネントをパイプラインにつなぐという非常にシンプルな構造でマルチメディア処理を表現できるので非常に使いやすいです。で、しかもそのプラグインが、200個以上存在していて、オープンソースでメンテナンスされているのはそれぞれグループに分かれていて、コアとベースとグッドとアグリーって書いてある、まさに名前の通りメンテナンス状態がそのグループを表しているんですけども、それを全部合わせると200以上優に超えるぐらいあります。で、それ以外にも今日ちょっと使う GST Open Max とか GST FFM みたいな、このグループに所属はしてないんですけども、GStreamer のプラグインというのも外にたくさん存在します。で、あとコンパイルするとすぐに使えてですね、非常に便利なのが GST Launch というコマンドがあって、これはプログラムを書かずに、コマンドラインから、この GStreamer のパイプラインを記述できるものです。で、 GST Launch で大体の要するにマルチメディアの簡単なアプリケーションをこれで書けちゃうということになります。で、プラグインなんですが、GStreamer のフレームワークでは、種類機能に応じて3種類に大きく分かれます。で、具体的にはソースと、一番下のシンクとそれ以外のものが、フィルターと呼んでいるんですけども、そういうものです。で、違いは何かというと、ソースエレメントは基本的にどこかからデータを読み取って、それをだから GStreamer のパイプラインに出力するだけのもの、出力の口が1個しかないというやつですね。出力は1個しかない。シンクは逆に入力の口しかなくて、この先入力されたものは例えば画面に出力するとかファイルに出すとか、GStreamer のどこかにして終わるから。で、それ以外のものは基本的に入出力が両方ともついていて、例えばデコーダーであれば入力が1個あって、そこから、ストリームを入れるとデコードした後はその結果が出力に出てくるとか、あとデマクサーみたいなものは入力で、ファイルのデータを入れると、出力でオーディオとビデオがそれぞれ別々の口で例えばデマックスして出てくるというようなものになります。で、GStreamer のフレームワーク自体は、それに対してこの GStreamer を使ったマルチメディアアプリケーションを書くための API と、逆に今言ったプラグインを書くための API の両方を提供していて、それぞれ、API 仕様が決まっていて、こういうドキュメントを公開しています。ですので、既存のプラグインでアプリケーションを書く人はアプリケーションデベロッパーの API を使うし、新しいプラグインを作る人は逆にプラグインの、ライドに従って作ることができます。で、現状ですね、GStreamer は2つのバージョンが、存在しています。で、1つが、0.10 と呼ばれる系統で、これは今現在だったらまだ、一番多く使われているものです。
多分世の中の PC のディストリビューションに入っているディストリーバーもほとんどこちらになります。で、一番最終のバージョンは 0.10.36 というやつが一番最後になっています。で、 0.10 がずっとメンテされている頃からもう一つ実は 0.11 というバージョンがあって、こちらは昔はアンステーブルバージョンと呼んでいて開発のバージョンでした。で、ですので、まあ、安定版は10で、まあ、開発版が 0.11 だったんですが、今年の9月に、11が正式に 1.0 としてリリースされて、今コミュニティがステーブルと呼んでいるのはこの 1.0 のものになります。で、最新は、1.0.3 というやつが出ています。 ですが、まあ、この発表は、そもそも1が出る前からやっていましたので、36をベースにしてがお話になります。で、GStreamを何に載せたかということなんですけども、今回はあのタイトルにある通り、ルネサスの RKI1 というチップの載ったプラットフォームに、載せました。まあ、これルネサスのページからちょっと引用したんですけども、まあ、いろんなハードがついていて CPU 自体は Cortex A9 の 533MHz で、 E は多分エントリーの E で、この上に M1 と H1 っていうのが存在していて、だんだんマルチコアになったりプログラムになったりいろいろしますが、そういう意味では一番下の、おそらくエントリーモデルだと思います。で、シングルコアの A9 です。ですので CPU 性能自体はそんなに別にあのハイスペックではありません。で、ただまあいろんな周辺機器があって、今回はあのビデオ系を GStreamに統合したので、一つはビデオインというそのカメラを入力するような、アナログビデオ入力しの口を持っていて、NTSC のビデオ信号、アナログの信号を入れると、それをキャプチャーするビデオインという機能を持っています。で、もう一つは、H264 とか FM4 とかの、ビデオデコーダーをハードで持っていますので、この2つを GStreamまで活用するというのが今日のお話になります。で、まずは1番目のそのアナログビデオの方ですね、の話、ビデオ入力の方を話をします。で、既存の GStreamのプラグインを使って、アナログ入力をどう書くかということなんですけども、これ GST ラウンジのパイプライン形式で書いてあるんですけども、例えば今の状態で、普通にGStreamをコンパイルして、あとビデオインのドライバーが V4L2 のドライバーでちゃんとパネルに入っていれば、まあ、こういうふうな感じでパイプラインを書くだけで実はビデオキャプチャーをしてそれを画面に表示するということが簡単にできます。で、これは何が出るかというと V4L2 ソースっていうのは V4L2 のデバイスから、キャプチャーしたデータを入力してそれを、コーダーに流すものです。で、逆に、DFE ビデオシンクというのは、画面出力系のシンクエレメントになります。 DFB というのは実はダイレクト FB を使っているシンクで、他に FB デブシンクとか XV イメージシンクとかいろいろあるんですけども、今回は DFE ビデオシンクを使っています。で、今回のこのプラットフォームはシルバーストーンというやつなんですけども、カメラの出力、キャプチャーの結果は RGB の56、56ビットです。で、出力されます。で、それに対して今画面の方は、ARGB8888 という32ビットの RGB になっていますので、色変換が必要になります。ですので、既存の色変換のプラグインである FFMPEG カラースペースというやつを使って、まあ、変換をすればつながると。いう形になります。で、実際に、つないだものがありますので、それをお見せしたいと思います。その画面ですね。で、見えますか？ちょっと字が小さいんですけど、さっきスライドに書いたのと同じもので GST ラウンジで V4L2 ソースを FNFL カラースペースで色変換をし、まあ、出力先の色をこうやって指定していて最終的に DFB ビデオシンクに落とすというものになります。ちょっと確認を先にやってしまう。あ、やっぱり
ログの、車のバックカメラなんですけど一応出てはいますでただまあ見てわかる通り異様なぐらい遅いんですこんな感じで実際にフレームドロップがいっぱい起きていてたまにチャラチャラ流れてるんですけどあまりに遅すぎると G ストリーマーがコンピューターイズツースローと文句を言ってくれる状態で、まあ、こんな感じで、まあ、一応出ますということです。でただだから G ストリーマーを普通にコンパイルして既存のソースコードで、だけでもまあここまではできるということです、まあ、ただこんだけ遅いととてもじゃないけど使い物にはならないです。でなんで遅いのかというのをまず調べました。で、いろいろ調べてみるとですね、もちろん、いろんなことが起きているということが分かりました。で、まず最初に V コイル2ソースなんですが、中をよくよく読んでみると、実は、V コイル2から、まあ、キャプチャーしたデータが入ったバッファーを受け取るんですけど、それを今度は GST のバッファーにメモリコピーをして渡していたということがまず1点分かりました。で当然 CPU でメモリコピーをガバガバしてますのでとてもそこがオーバーヘッドになっているということが分かります。で2番目に当然今回色変換をしてるんですけど色変換はオールソフトウェア処理でやってますので当然 CPU で一生懸命コピーをしながら色変換をしてますのでそこも非常にオーバーヘッドになっています。であと最終段の DFE ビデオシンクも画面のサイズこれ実は XGA なんですけど XGA に合わせて拡縮をしています。でそこも、現状はソフトウェアでやってますので拡縮処理も全部作ってる。で、4番目はまあこのシルバーソン特有の話なんですが、実は、VE のハードウェアの使用上2つのモードを持っていて、バッファー数によって数によってどっちのモードを使うかがドライバーで決まっていて、実は、今設定しているバッファー数だと低速のモードで動いている。なので、どんなに上の条件が良くても実は 15fps までいかないモードでしか動いてないということが分かります。で、ドライバーは4つ以上バッファーをもらえれば、高速モードで動くということで実装されていました。で現状は V コイル2ソース黙って動かす と、バッファー数は2だということが分かっています。でこれを1個ずつ、まあ、チューニングをしました。まず1番目 の、 そのメモコピーですね、V コイル2ソースの中でやっているメモコピーをどうにかしてやめさせたり、でさらにV コイル2の、V インドライバーに高速モードで動いてもらうためにバッファー数を変えたいということなんですが、これは、ソースを変えなくても実は変えれるということが分かりました。で、プラグインにはですね、実はプロパティという、まあ、パラメータをそれぞれ指定できるモードを持っていまして、で V コイル2のパラメータを V コイル2ソースのパラメータを調べてみると、その Q サイズっていうところでバッファー数の指定ができて、さらにオールウェイズコピーというパラメータのところで、コピーするかどうかを制御できるというパラメータがもうすでにあるということが分かりました。で GST インスペクトというのはプラグインを調べるためのツールで、ただ引数なしでやるとここにインストールされているすべてのプラグインが出てきてダーッとします。でそれ以外に、今の例えば V4L2 ソースというふうにやると V コイル2ソースの、まあ、詳細なプログラムの仕様ですねが出てきます。まあ、名前とか、ファイル名とかなんかでこれの最後の方にここかエレメントプロパティーズっていうところがあって、ここで実はパラメーター、この V コイル2ソースのプラグインの持っているパラメーターがどんなものかっていうのが出てきます。でそれが EW か LightW かで、デフォルト値はいくつでかっていうのが表示されます。でこれの一番最後に、実は Q サイズというのがあって、今はデフォルトは2 で LightW なので、まあ、指定をすれば書き換えられるということが分かりました。で、Always Copy も、デフォルトは True でコピーをするというふうになっているんですが、LightW ですので、これを変えれば、コピーをしないようになるということが分かりました。なので、1と4番は、まあ、V コイル2のパラメータをちゃんと設定すれば、まあ、何とかなりそうということが分かります。で次に、残る2と3ですね。ソフトウェア処理でやっている色変換と、あと3番目の拡縮をやっている部分を、どうするかという話で、当然、遅い CPU で全部やるよりは専用のハードを使った方が早いので、今回は、
アルカリ1に載っているそのビデオ画像処理機能というのがあるんですが、それを使ってその部分をやるというふうに実装改造をしました。で、ビデオ画像処理機能ってあのルネサスのチップには大体載ってるんですが、名前 VIO とまあ呼んでるんですが、昔は VEU という名前で、多分ほとんど全てのルネサスのチップは京都マイコンが使っている AT5R も載ってます、VIO。でそれを、E1 も載ってましたので、これを UIO という仕組みで、ユーザーランドから使えるようにして、でユーザーランドのライブラリーで、これを制御するライブラリーを実装して、作りました。でこのビデオ画像処理機の VIO は色変換をしたり、あの画像の拡縮をしたりということが、まあ、自在にできるハードウェアの機能でできるものですので、これを、まあ、ユーザーランドで使えるようにしたということです。でただし、まあ、あの VIO とを使うといってもですね、当然ハードウェアですので制約があります。特にそのハードウェアを、活用する場合に大事になるのは、実はハードウェアが使えるメモリーっていうのは CPU が使えるメモリーとは違うということです。で、先ほど仮想メモリーの話もありましたが、基本的に、最近のまあ高性能なハードは別にして、基本的にハードウェアは連続物理メモリー、いわゆる物理メモリーを直にアクセスしますので、連続の物理メモリーを必要とします。で CPU はまあ仮想メモリー、MMU 系で仮想メモリーにアクセスできますが、今回の Vin、V4L2 のソースに使っている Vin ドライバーも、VIO のハードウェアもどちらも連続物理メモリーが必要ということになります。でなので CPU の、 あの普通のユーザーランドで今ロックしたメモリーでは物理的に連続になってないので使えないということです。でさらに、今回は VIO の、制御のドライバーはユーザーランドに作りましたので、仮想物理アドレスがユーザーランドで必要になります。ですので、仮想物理のアドレスの変換ですね、このメモリ領域の物理アドレスがいくつで仮想アドレスがいくつかというのを双方向に変換できる必要があります。で現状はというと、Vin は VCOIL2 のカーネルドライバーですので、ユーザーランドには MWAP された仮想アドレスしか来ません。で Vin ドライバーのカーネルドライバー自体は物理アドレスを知っていますが、ユーザーランドから使用方法は逆にありません。で逆に VIO は今度はユーザーランドドライバーなので物理アドレスを全然知りません。ですのでこれが相互に変換できないと両方で使えるバッファーというのが作れないということになります。で今回は、それも、連続物理メモリーを UIO で、メモリを確保する機能があるので、あらかじめ連続物理メモリーを UIO で確保して、これを Vin と VR の両方で使うという方法を使いました。で、libuiomax という、オープンソースのライブラリー、がありまして、 UIO のそういうメモリーとかいわゆるデバイスの管理に使えるミドルウェアのライブラリーなんですが、ここで仮想物理アドレスのマッピングを管理する機能がありますので、それを使って変換をします。であと、VIO はもともと UIO のデバイスなので UIO のメモリを使うのは全然問題ないんですけども、 Vin の方のドライバー、キャプチャーの方が V4L2 のドライバーですので、黙ってると、カーネルドライバーの中でバッファを確保してそれを使うようになります。でそれだとこちらのユーザーランドに、物理アドレスが得られないメモリ領域になっていますので、 VCOIL2 の中でそのユーザーポインターという仕組みがあって、ユーザーランド側で確保したメモリを逆に VCOIL2 ドライバーに使わせるというものがあります。で、VCOIL2 を使われたことがある方はご存知かもしれませんが、ここにちょうどいいページがあったので持ってきましたけど、普通 VCOIL2 でアクセスできるメモリっていうのはリードライトでやるか、もしくは MWAP を指定する。そうすると、カーネル側で確保したメモリーを、ユーザーランドで MWAP して見れるのが MWAP で、リードライトはまさにカーネル側で確保したメモリー領域にキャプチャーしたデータがあるのをそれを一生懸命リードでコピーしながらユーザーランドに持っていく、そのどっちかしか普通はないんですが、3番目のユーザーポインターを使うと、ここにも書いてありますけど、アプリケーションで確保したメモリーを逆にカーネルドライバーに使わせることができます。ですので今回はこれを使って UIO のメモリーを、ユーザーポインター経由で Vin に使わせるということで、Vin に UIO のメモリーに向かってキャプチャーデータを出力させて、 VIO はそれをそのまま入力として受けて出すと、それによって、直接ハードからハードへデータを渡すことができるという部分にします。
で、これが、まあ、改造した結果になります。で今回その VIO を使って可視区と色変化とさらに最終的に、VR の出力先をフレームバッファーにする直接描画ができますのでそこが全部、ひとまとまりになります。ですので、パイプライン的には VCOIL2 ソースと DFU ビデオシークだけになって途中の、色変化のプラグインが必要なくなります。で先ほど説明した通り Q サイズを、増やしてバッファー数を増やしさらにコピーを抑制することによってVCOIL2 が出力したバッファーをそのまま、DFU ビデオシンクに渡すと。でそれによって VIO はそれを、VIO の入力だバッファーとして使うことができるのでゼロコピーで、このまま出力できるというふうに改造をしました。で、アントンクッキングだけですが一応改造したものも置いてあります。これがさっきのスライドにあったウェブレスソースで Q サイズとオールエイズコピーだけを変更して DF ビデオシンクになっています。はい。で、まあ、こんな感じで、さっきよりは圧倒的に、まあ、早くなります。なので、まあ、最適化するとここまでは早くなりますよと。でさっきのコンピュータイズ2スローも全然出てないので、まあ、理想的なスピードでパイプラインが動作しているということが分かります。でその時のなんか CPU の負荷みたいなの見えたりしますか？見えますよ。見ましょうか。これです。CPU 処理はほとんど入ってません。CPU 1個ですよね。 CPU はい、シングルコアです。こんな感じです。で、ここでですね、せっかく早くなったので欲張って、さらにビデオクロップという、プラグインが実は G ストリーマーにあるんですが、これは画像のクロッピングですね。一部分だけを切り出すところです。でこれもちょっと使ってみたくなって、間に挟んでみました。で挟むと、まあ、VCOIL2 でキャプチャーしたものをビデオクロップが一旦、指定した分、例えばこれだと上を6ライン切り取って左右を10ピクセル分ずつカットするということができて、でカットした画像が DF ビデオシンクに行って可視化されて表示されるというふうになるんですが、これをやってみたところ、実はこのビデオクロップ自身がですね、メモリーコピーをしてしまうということが分かりました。で、なんじゃと思って、ソースコードを眺めてみるとですね、これ実はビデオクロップのソースコードなんですけど、こっちがちっちゃくて見えないんですけど、トゥードゥにですね、コメントで、メモコピーを避けたいと書いてあるんですけど、トゥードゥーなんです。今はやってないよと。いうふうに書いてあるんで、将来のパックドのフォーマット、要は RGB みたいに1ピクセルが集まったフォーマットならば、本来はメモコピーなんかしなくてもうまく取り出せるはずでしょって、サブバッファーを使ってうまくやれるはずじゃないというふうに、まあ、コメントがありました。ですのでこのままだとメモリコピーが発生し、せっかくゼロコピーにしたのが意味がなくなってしまうということがありました。で当然、ここまでやったらやるしかないということで、まあ、どうにかしてゼロコピーでやるパターンを考えました。で、クロッピングっていうのは、まあ、本来バッファーはまあこういうふうに出力されたとして、センターアドレスはこの左端ですね。で、ウィドスとハイトがあるんですけども、まあ、こんな感じで左右とか上とか、
切り取りたいときに、現状のビデオクロップはこの TSOC がこの位置からスタートし、1ラインずつここまでを新しいバッファにコピーするということを、まあ高さのライン数分だけ繰り返して、やるというふうになっていました。でも、まあ、大抵今回使った VIO もそうなんですが、ハードウェアで描画するものの多くは、ストライドとかピッチと呼ばれる、いわゆる実際のウィドスの右側に空いたスペースがあっても、それを読み飛ばしてくれるような機能が大抵あります。ですので、どうにかしてこの読み飛ばす分、この左と右の幅さえ、DFB ビデオシンクに渡せれば、実際描画するときに読み飛ばしながら書いてもらえば、実際クロップしたことになるので、うまくいくはずですと。で、またこんな感じですね。新しいウィドスト入ったら当然クロップしたところですけど、この横幅ですね、1ラインの本当にゴミが入った部分まで含めての幅をどうにかして渡せばいい。でさらに上に関してはセントアドレスをここまでずらせれば上もこれで完成できるということになり、でここまでできれば何もコピーしなくてもできるはずということで実際にやりました。でまずストライドの渡し方ですけど、GStreamerではキャップスと呼んでる、まあ、ケーパビリティ、正確にはケーパビリティなんですけど、という仕組みがあります。でこれは何かっていうと、各エレメント間でつながっているときにその間で渡される、まあ、メタデータみたいなものなんですけど、通常は、例えば画像サイズとか色フォーマットとか、まあ、コーデックの情報だったりフォーマットだったり、とにかくバッファーのデータ以外の情報ですねを渡すための仕組みです。で、当然バッファーで入っているデータのメタデータを入れるために使ったり、それ以外には例えばデコードビンとかプレイビンっていうプラグインは逆にエレメントの出力とか入力の部分についているキャップスを見て、このエレメントがどういう、タイプのデータを入力できるか、どういうタイプのデータを出力できるかというのを調べて、逆に適切なプラグインをそこから選び出す。例えば H264 を、YUV のイメージに変えられるエレメントは誰だという探し方をする場合には、入力のキャップスに H264 のストリームが入れられて、出力のキャップスに YUV が出るようなエレメントを探すと自動的にそういうエレメントが見つかるということになるので、デコードビンとかプレイビンはそういうのにキャップスを使ったりもしています。であと逆に、実際にさっきみたいにパイプラインをつないでみて、もし本来つながらない同士のエレメントをパイプラインで無理やりつなげた場合に、つながらないってことを見つけるためにもこの仕組みが使われています。で、大体は決まった、ものが渡されています。で例えばさっきも、実はここに表示が出てたんですけど、実行するとですね、ここに実はキャップスの情報が出ていて、今 DFB ビデオシンクの、入力が終わりの方にはこういうキャップス情報が入っているということですね。で、ウィドスとかハイトとかの情報が入ったり、インターレースかどうかとか、こういう情報が渡ります。で、ここにノーストライドを出して、渡して、後ろに渡してやれば分かるはずということです。でただし、注意が必要なのは、当然任意のものは足せるんですけども、後ろで知らないパラメータを足しても後ろは無視するだけです。ですので今回で言えばもちろん、ビデオクロップを改造してストライドをつけるようにして DFB ビデオシンクでそれを読み取ればいいんですけど、さっきも言ったように GStreamer のいい点っていうのは、いろんなプラグインをパイプラインに簡単に組み合わせられることです。当然改造したビデオクロップを別のプラグインと組み合わせたいこともあるわけですね。ところが黙ってストライドを指定するだけにしてメモリコピーをやめちゃうと、別のプラグインの時に動かなくなっちゃうということが起きます。 ですので、今度は Query という仕組みを使って、後ろが対応しているかどうかというのを確認して、それによって処理を変えるというふうなものを、実装しました。 Query が何かというと、基本的に自分の前後に対していろんな問い合わせをできる、自分の前とか後ろにつながっているプラグインに対して、質問ができる仕組みです。で、まあ、いくつか、プリデファインの、クエリのタイプがあるんですが、それ以外に任意のものを、まあ、問い合わせに使うことができます。で、返事としてはブーリアンのタイプで、まあ、トゥルーかフォルスを返すことができます。ですので今回は、キャップスにストライドというのをつけて後ろに渡したら、お前はちゃんとそれを処理できるのかというのを後ろに向かって問い合わせて、シンクができるよといった時だけストライドをつける。で逆に、それは対応してないというふうにな結果になった場合には、今まで通りメモリーコピーのビデオクロップを動かすというふうにすることで、他のプラグインとの整合性もそのまま維持するということにしました。
で、もう一つ、これでストライドができるので、左右のクロップは何とかなります。あとは先頭の上の部分だけです。で、上の部分のセンターアドレスをずらす部分ですが、これもコピーはしたくないですので、G ストリーマーのサブバッファーという仕組みを使って、実際にやりました。で、サブバッファーは何かというと、まあ、親バッファーを複製する仕組みなんですけど、これのいい点はデータ自体はコピーしない、データ部分は共有したままもう一つのバッファーを作ることができる。なので、親バッファーのメモリ領域はそのままその一部だけを指定した、サブバッファーを指定して、これを出力欄に後ろに送ってやればセンターアドレスをずらすことができるということですね。で、ちゃんと参照カウンターで管理をしてますので、サブバッファーだけが行ったからといって親バッファーが勝手に解放されたりということはありません。で、これでセンターアドレスをトップの行数プラスライトのピクセル分ずらせばセンターアドレスがずれます。で、実際に、やった場合ということですが、キャップスがだから元々ただが72486だったのを上6左右10取ると、まあ、ウィドスとハイトは減るのは当然なんですが、そこに対応している場合にはローストライドという形で元々のオリジナルの幅を、まあ、バイトで、書いたものを指定する。で、センターアドレスはサブバッファーで、上カットした分だけずらしたバッファーとして後ろに渡すことで DFA ビデオシンクはこのストライドを見ながらこのセンターアドレスから描画することで実際クロップをした結果と同じ結果になるということになります。で、当然ですがこれもちゃんと動きます。で、今回は例えばここにビデオクロップとして例えばロックで、まあ、100個とか取るともういいかな、そろそろ。ここまでがビデオインです。これで結構いろいろ照明表示系を改造したので、逆にビデオ再生の方も同じ、進行は同じものが使えますので、いろいろ使えました。で、レコーダーも、この状態で、実際にレコードができます。で、レコーダーの場合には、例えば、FFmpeg、メジャーなソフトレコーダーありますけど、それの G-Stream プラグイン版も存在してますので、それを使えば、今でもすぐにレコードができる。例えばこんな感じでファイルソースでファイルを指定して、QT で MAX のやつでまず MP4 コンテナからビデオだけを取り出す。で、それを FFmpeg のレコーダーにかけて、
結果が YV12 というカラーフォーマットですので、これを RGB に変換するために入力するんでカラースペースを入れてビデオシンクに落とすという形になります。で、まあ、ここにあるこんな感じですね。これで、何も出たら分かる。何も出ない。出ないみたいなのでパスしますソフトも一応出るんですけど、まあ、結論から言うと当然ですけどソフトデコーダーなので、あの遅くて使い物になりません。で、当然次はじゃあハードデコーダーを使いましょうという話になります。で、これはあの OpenMaxIL という、仕様に沿ったデコーダーをマルネサスの方でこのプラットフォームでというものが用意されていましたので、それを使うことを考えました。で、OpenMaxIL は、マルチメディアのためエリア仕様です。で、Chronos というところが、まあ、使用策定をしています。で、特に、デコーダーとかエンコーダーのエンジンを、この OpenMaxIL の形で提供する場合が非常に多いです。で、実際にルネサスさんも出してるし、あと TI の OMAP さんも、OpenMaxIL のデコーダーとかを、配ってたりします。で、Android も、コーデペンジの部分は OpenMaxIL 仕様のものが入るような仕様になっています。で、OpenMaxIL 自体はあの非常にシンプルで、あの、まあ、ざっくりとした API 仕様です。で、あの非常に単純で、基本的にコンポーネントがあったら入力ポートと出力ポートがあって、そこに向かってパラメータをゲットセットして、あとはバッファーを、入力するバッファーをユーズバッファーで取るか、アロケートバッファーで取るか。ユーズバッファーというのは外で確保したメモリーを使う場合、アロケートバッファーはこのコンポーネント自体にメモリーを取ってほしい場合はアロケート。で、あとはそのどっちかで確保したバッファーをフィルディスバッファーとエンプティディスバッファーという API で渡せばいいだけ。で、フィルディスバッファーはこのバッファー埋めてよっていう意味なので、それは出力バッファーを渡すときの API です。なので、コンポーネントはフィルディスバッファーで起こされたバッファーを一生懸命埋めようとする。逆にエンプティディスバッファーは入力バッファー側で中に入っているデータを消費して空にしようとする。で、その仕組みでどんどん、この API でバッファーを送れば出力ができているという形で、このぐらいのざっくりとした仕様になっています。で、これこの仕様に沿って、GStreamerから使うためのプラグインというのが GStreamerになります。で、いろんなレコーダーとかエンコーダーに対応していて、OpenMax仕様に沿った実装になっています。で、ただ、さっきのじゃざっくりとした OpenMax の仕様なので、実は、OpenMax の仕様で決まってない部分っていうのがかなり実はあって、あのその部分っていうのは、ベンダーごと、もしくは作ってるところごとにバラバラで、このまま GStreamerに任意のOpenMaxコンポーネントが組み合わせられるかというと、実はそうではありません。で、作り込みが必要です。で、それは、例えば Android でも実は昔デミアンがこのセリフで話したんですけど、ステージプライトにもそういう仕組みがあって、
ステージフライトのオープンマックスのコードのところには、このクイーンという形で、オープンマックスごとのそれぞれの特徴部分をですね、フラグかなんかに指定するような形になっています。で、具体的に何が、調整しなきゃいけない部分かということなんですが、まずそのデータをどういう形で入れるかというのは、実はオープンマックスアレイでは何も規定していません。ただバッファーを作って渡せっていうだけしか決まってないので、例えば H264 のデコーダーだと、2番目に書いて FFmpeg の H264 のデコーダーは実は、どういう単位でバッファーに詰めて渡してもちゃんとデコードしてくれるというところが、今回使う、例えばルネサスのオープンマックス仕様だと、これは H264 のストリームのナルっていうすごいちっちゃい単位があるんですよ、デコ単位が。そのナル単位で1個のバッファーに1個のナルを入れて渡してくれるという決まりがある。でこういうふうにですね、オープンマックスで決まってない部分は実は各社バラバラだったりします。で当然そこの部分を合わせ込まないと、うまくつながらないということになります。で逆にそれを、入力側のデータを作る出力ですね、 QTDMAX は逆に例えばフレーム単位でしか出てこないとか、 SPSPPS というメタデータに関してはバッファーに渡すんじゃなくてキャップスの上に乗っけて渡しちゃうとか、そういうことがあります。あとバッファーの加工方法もさっき言ったユーズバッファーとアロケートバッファーの2種類があるので、どっちを使うかっていうのは、コンポーネントによって違うので合わせ込まなきゃいけません。で、カスタムのパラメータがあったり、あと細かいところですね、飼育するときとか最後フラッシュバッファー、データを持ってる分全部フラッシュしろみたいなときも、どういうふうな手順で何を呼ぶかっていうのは、実はオートマックサイルでは何も規定してないので、ものによっては違ったりします。例えばフラッシュをやる前には必ずステートを変更してくださいとかじゃないとできませんとか、逆に飼育の時には必ずクラッシュしてくださいとか、そういうことは細かいオープンマックスの使用外の部分で決まっていて、そこは合わせ込みをしなければいけません。であとは逆に、出力側も同じことが言えて、もちろんデコードした結果を出してくれるのか、どういう形で出すかっていうのはオープンマックスごとに全然違います。合わせ込みが必要です。アライメントがあったりだとか、あとは TL 変換みたいなものを、ビデオデコードで言うんですけど、そういうものを出すかとか、インターレースの画像をどう出力するかとか、そういう形というのは合わせ込みが必要になります。で、この辺はざっくり削りましたけど、やりましたで実際に作りましたで、リバイズした分がこれになります。で、今回言った通り、実は OMX の H264 デックに、ルネサスのオープンマックスデコーダーをつないで、デコードをしています。でさっき言った通り、実はルネサスオープンマックスデコーダーは H264 だと、例えばナル単位で入力してくださいというふうになっているので、 QTDMAX はフレーム単位で出てきちゃうので、それをさらに分割して、この GST オープンマックスのところの入力に合うように変換するために、H264 パースという別のプラグインを間に挟んでそれを調整しています。でそれによって、希望の入力形式に変えてデコードした結果を DFB でシンクに流すというふうにしています。で、温度こそ動いてくれると信じていますが、であと今説明したのはビデオだけですけど、オーディオのデコーダーを使えばもちろんソフトデコードですけど音もちゃんとなり、
めさすっていうイメージビデオらしいんですけど。ランチを使ってましたけど、プログラムも、もちろんエンジェルを使ってできるので作ったやつがあるので、ここはビデオを止めてみたらちょっと嬉しいです。ちょっといけないコンセプトを持ってきました。つなぐためには結局、単につなぐだけではダメで、いろんなことをしなきゃいけない。で、第1点目はそのハード IP が求めるメモリーっていうのは普通の CPU を使っている場合と異なる場合が多いので、そういうものをちゃんとつなぎ込まないと結局、ハードが求めるメモリーと CPU の仮想メモリーならメモリコピーがバンバン起きてしまって何の意味もなくなる。そこをちゃんと求めれば最適化すればそういうところはゼロコピーで動くようになるし、でさらに、まあ、当然ですけど一番こういう遅いプロセッサーでオーバーヘッドが大きいのはメモリコピーなので、とにかくメモリコピーをなくすというのが非常に大事になります。で、今回話したこの今動かした成果は全部、私の GitHub に上げてあります。ですので、まあ、今回は RKE1 のシルバーストーンというボードを使ってますが、オートマックス以外の部分、VIO とかの部分は、他のルネサスチップでも動きます。ですので、多分、まあ、そういうのは使っていただければなというふうに思います。であと、今後の課題ですが、これは次の、デビアの発展につながるんですけど、今回連続物理メモリを取るにあたって UIO で性的にガバッと取りました。なので、さっき、の発表の時にも私コメントしましたけど、ブート時にガバッと取ってしまうので、実はビデオ以外の用途でそのメモリ容器は使えないということで、これは非常に問題で、しかも UIO という、まあ、少し特殊な、API を使って撮ってますので、なかなか他に使いにくいです。で、今のメインラインはその CMA っていうコンティニアスメモリアロケーターという連続物理メモリを管理するための仕組みが入ってたり、それをまあユーザーランドと間でやり取りする DMA バッグだとか、あと、まあ、そもそも連続物理メモリじゃなくする IOMMA みたいな仕組みがありますので、まあ、その辺を活用することを多分考えていただけます。でもう一つは GStreamer1.0 が、まあ、現行のステーブルなので、そこへ移って試そうかなというふうには考えています。でこれは前々回40回目に実は参加報告したので、今年の ELC で GStreamer1.0 の話をされていて、今回やったようなそういう最適化ですね、いろいろまあ駆使してキャップスに無理やり入れたりだとかサブバッファーを使ったりとかいろいろちょっとしましたけど、実はそういうのは 1.0 ではもっと素直に書けるということをこのプレゼンでは言ってました。で、まあ、現状の管理、特にそういうメモリー管理が 0.10 は非常に弱くて、なんか無理やりキャップスで設定するようなまさに今回やったことは言われていて、バッファーが1個しか使えないとか、でそれに対して 1.0 の GST バッファーはもっと、拡張性が高くなりましたよみたいな、ストライドみたいなのも簡単に扱えるし、例えば NV12 とか YV12 みたいに、カラーが分かれちゃってるのを複数のバッファーでこう一つとして管理できたりするということが言われてましたので、まあ、1.0 に行けばもう少しそういうことが素直にできるというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。何かご質問、ご意見ありましたら。なんかちょっとツイッターでこういうのを聞いてくれというのが、はい、そうですね、GStreamerのビデオ再生のところなんですが、トリックプレイとかそういう早送りとか、まあ、起動しとか、はい、そういうのっていうのは仕組みとしてプラグインの形で何かがあるのか、あるいは、まあ、GStreamerそのものを持っているのか、ちょっとその辺り仕組みを教えてほしい。 GStreamer自身で持っているその早送りとかは、はい、現行はですね、要はタイムスタンプに合わせてこう再生してるわけですけど、そのタイムスタンプを合わせるベースを2倍速と3倍速に合わせるってことなんですね。だからどういうことかというと、 PC だと、制御がすごく速いのでそれでもいいんですけど、
例えば2倍速で動かせって言われたらレコーダーも2倍で動かなきゃいけない。レコーダーの出力も全部2倍で動けば早送りができるってことです。で PC はそれでもできるのでみんなやってるんですけど、多分組み込みは別の解決法を考えないといけない。逆にあのフレームが取り出せればそれを飛ばす、そうですね、飛ばすとやる、はい、そういうことは必要になると思います。現行の GStream は元々 PC で作られたので逆にそういうことは何もケアしてなくて、単にスケールをどんどん短くしたり伸ばしたりしてスローと早送りをやる。あ、じゃあそれやっぱりプラグインとかでなんか組み込む、はい、まあ、あるかどうか分からないけど組み込むとかしないと、そうですね。で逆に巻き戻しだけは少しだけあの考慮してあって、あの巻き戻しって結局デコードは正方向に出るのに逆に再生しなきゃいけないので、あの例えば264だとそのリファレンスフレームの単位で一旦デコード結果を貯めといてそれを逆順に送り出すみたいなものをプラグインで実装するという形になっています。そうすれば逆方向に出る、そこまでは考えられているようですけど、逆にその組み込み向けの早送りで特殊なものっていうのはない。わかりました、ありがとうございます。あと次に一応今日の資料って公開されますので、はい、もちろんです。はい、はい、ありがとうございます。あと何かありますでしょうか。さっきのビデオの CPU ロードはちょっとだけ高いんです。という例えばです。なんでか言う。50%ぐらい。でオーディオは今ソフトデコードなんで、オーディオが今日はさ村田さんの話もありましたけど、現状 FAD という AC レコーダーを使ってるんですけど、それはネオンとか最近かかってないので、AC のデコードだけで CPU を 70% ぐらい食ってしまうので、実はコンテンツによってはそこでコマ落ちが発生したりとかします。逆にネオンを使うと圧倒的にロードが落ちるみたいなので、ここは次試したいな。AC の CPU 消費なんですけど、はい、5.1 チャンネルとか、はい、少なくともこの RKE1 で 5.1 チャンです、はい、FAD 使うと全然再生できません。はい、もう全然アウトでした。ちょっとオープンコアの AC を評価したところで、だいたい400メガでの半分96でだいたい30%。そう、なんかこれもそう。ありがとうございます。